1945年ヨーロッパにおける主要なアメリカ軍の交換ヨーロッパ作戦戦域とはアメリカ合衆国が第二次世界大戦のヨーロッパ戦線における北イタリアと地中海沿岸での米軍の作戦を示している。日本語ではヨーロッパ戦域と記載されることもある。ヨーロッパ作戦戦域は米軍による戦域の分類であるため一般に使用されている。 ヨーロッパ戦域とは異なるものである。ヨーロッパ作戦戦域は第二次世界大戦中のアメリカ合衆国により使用された用語でヨーロッパ作戦戦域アメリカ合衆国陸軍の指揮下にあるヨーロッパでのすべての米軍の軍事活動を示す。1944年2月より作戦式は連合国遠征軍最高司令部に移管され政府はヨーロッパ戦線における イギリス陸軍と他の連合国軍の陸軍及び戦術空軍の連合軍司令部として作戦式を行った。ヨーロッパ作戦戦域の後はアメリカ軍が関係しないヨーロッパ戦域と混同してはいけない。一般にヨーロッパ戦域の後はアメリカ軍が戦争に突入する前の数年間を含む第二次世界大戦における戦いやアメリカ軍が参加していないイタリア戦線 戦略爆撃、東部戦線、1944年及び1945年の西部戦線の他の作戦も含んだものとして使用される。アイゼンハワーは、江東と北アフリカ作戦戦域における司令官の地位についたため、北アフリカがヨーロッパにおける主な部隊となった。北アフリカ上陸作戦である、統治作戦は最初、北アフリカ戦線地域の下で行われ、 その後1944年12月10日に作戦戦域がイタリアも含め再編された際に地中海作戦戦域となった。その作戦戦域にいた米軍の部隊は最初ナトーサの最高司令部のもとに属していたがマトゥーザのもとに再編された。それらの部隊は連合国縁制部隊司令部の作戦式のもとにあった。第34不評手団の 第133不評連隊が第二次世界大戦でヨーロッパに送られた最初のアメリカ陸軍であった。最初の大隊はベリファーストに1942年1月終わりに到着し、連隊の残りは2月に到着した。これらの部隊はアメリカ陸軍北アイルランド部隊として編成され、後にヨーロッパ作戦戦域の一部となった。第133不評連隊と 第168不評連隊は、データ探地での訓練や、イギリスの北アイルランドと中立国のアイルランドの間の国境警備任務を行った。5ヶ月後の1942年6月8日、戦争省は公式に当座を設立した。その任務は、ヨーロッパ奪還にまでの計画の指揮と、米軍全体の事務管理及び、作戦の指揮を行うことであった。ロンドンに司令部が置かれ、 エトーサは、最初、陸軍航空軍の司令官、ジェームス・イー・チャニー少将により指揮された。アイゼンハワーは、複数の指揮官就任の要請を受けていた。彼は1942年6月末に、チャニーの公認となったが、11月になっても、彼は、統治作戦における、連合軍をアフハックを通して指揮していた。彼は1943年2月に、 ナトーサを指揮するため、エトーサを指揮することを諦めた。1943年12月にアイゼンハワーは、ヨーロッパ連合軍最高司令部を指揮することとなった。1944年1月に彼は、エトーサの指揮を再開し、次の月には、連合軍遠征部隊最高司令部の最高司令官として任命された。彼は、 ヨーロッパにおける戦闘が終了する1945年5月まで2つの地位を兼任することになる。1944年2月より、政府は作戦式を、江東佐は戦略式を行った。一部の部隊は作戦式下と戦略式下の間を何度か移動した。例えば、アメリカ第6軍は地中海作戦戦域のもとに配属され、ドラグーン作戦に従事し、 トゥーロンとカンヌの間の南フランスへの侵攻を行った。しかし、1944年8月15日に行われた侵攻後1月経って、政府へ移管された。1944年の終わりまで、アイゼンハワーは、政府を通し、3つの強力な連合国軍集団を指揮していた。北に陸軍元水、バーナード・ロモント・ゴメリーに指揮された、 イギリス第21軍集団、オマー・ブラットレー大将に指揮されたアメリカ第12軍集団、南にヤコブ・エル・デバース中将に指揮されたアメリカ第6軍集団である。イギリス第21軍集団と第6軍集団に配属されたフランス軍は、江ー佐の一部ではなかったが、戦争において、シェイフの指揮下の作戦部隊のほとんどがアメリカ軍であった。 アルバート・コーディ・ウェデメイヤーは1941年アメリカが戦争に突入する3月前に出版された勝利のプログラムの著者である。この書はヨーロッパにおいてドイツ陸軍を打ち破ることを主張している。1941年12月7日に日本が真珠湾を攻撃しアメリカが戦争に突入した時アメリカはドイツと 日本両者に戦線布告を行い、彼の計画の修正版が、フランクリン・ルーズベルト大統領と、ウィンストン・チャーチル首相により採用された。ドイツを最初に打倒するとの考えでは、ノルマンディ上陸作戦の青写真も含まれていた。シェイフが、作戦指揮を取るまで、江ーサはオーバーロード作戦の編成と計画において、計画において、イギリス軍と密接に連絡を取った。 チャート12から1940年戦争省のドクトリンにより想定される作戦戦域における典型的な組織作戦戦域という語はアメリカ軍の軍事マニュアルでは進行を受けたもしくは防御する陸及び海の地域これは軍事作戦に付随する戦略的な活動を行う地域も含むと定義している第一次世界大戦の経験から それは大面積の陸地を扱い、連続的作戦が行われ、2つの主要な戦闘ゾーンもしくは戦闘が行われるエリアがあり、戦域の管理のために連絡ゾーンが存在する。軍が前進すると、これら両方のゾーンとそれらを分けているエリアは、前方の新しい支配エリアへ移動していく。ありがとうございます。